はい、皆さんこんにちは、榊篤でございます。7月19日、ね、週明け月曜日でございます。もうすぐ11時ですね、暑いわ。あ、でもだんだんね、暑いのにね、体の方が慣れてきた感じはしますけどね、昨日一昨日あたりきつい、暑くても死にそうな感じでしたけど、でも昨日一昨日冷房入れませんでしたけどね。東京32度、この部屋は29かな、はい、行きましょう、行きましょうってまで日経平均ね、なんか下げ幅広げてんねん。マイナス421円ですね。ドル円 109.91、まあよう分かりませんけど、行きましょう。なんかやっぱり不安なんでしょうね。五輪ね、大会関係者いっぱい来てるんですけど、その出てるでしょ、感染者も。だから不安なんでしょうね。行きましょう。時事.com でございましてですね、7月19日の4時56分ですね、今朝早朝に出た記事でございます。ワシントン時事、短い記事なんでね、読んでいきましょう。おもてなしが外国人警戒に、米紙完全な失敗と東京五輪論評と。早々にね、なんかね、厳しい論評が出てますね。ワシントン時事、米紙ワシントンポスト電子版。このね、ワシントンポストっていうのは、ご存知の通りニューヨークタイムズと並ぶですね、アメリカのクオリティペーパーって、要は高級な新聞とされています。ところがですね、このワシントンポストもですね、ニューヨークタイムズも揃って、日本には辛いんです何かというとね、日本をけなす記事を書く新聞なんですよ。なんでかよう分かりません。なんで日本に辛いかよう分かりませんけど、基本的に日本に辛い、むちゃくちゃな記事も時々出ますよ。ニューヨークタイムズなんて、昔東京支局長20年ぐらい前にやってたおっさんがむちゃくちゃな反日でむちゃくちゃな記事書いてましたよ。で、共に民主党系です。当たり前ですけど、アメリカのメディアってもう9割以上は民主党系です。はい、ワシントンポスト電子版は17日、今週開幕の東京五輪について、完全な失敗に向かっているように見えると論評するコラムを掲載した。こんなん別にわざわざだからってジジイがね、言わんでもええんけど、前は、一応こういう意見もあるということで、五輪招致の理念だったおもてなしの精神は後退し、外国人への警戒にとって代わられたと記した。まあそりゃそうですね、私もそういう気持ちはあります。別にもともとおもてなしという気持ちはなかったんですけどそれは来ていただければね、それはいい、別にね、帰れとは言いませんけど、そもそも五輪が来るのがね、僕みたいな人間はね、あ、また東京組むやんっていう感じで嫌でしたね、基本的にはね。コラムは東京五輪が日本にとって中国に対抗するアジアの名手としての地位や、そんな女思てへん思てへん30年間に及ぶ経済停滞からの復活をアピールするチャンスだったと説明。まあそうかもしれませんね。要はね、今の東京五輪ってね、この前の1964年の東京五輪の時に感動したじいさんたちがやばい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 ってやってるだけで、私なんかその現場知らんわけですよ、2歳の時ですから。で、別にその五輪大好き人間でもないわけでして、そうすると冷めてるんですよ。僕より以下、僕より若い方ですね、30代40代で、それは熱狂してる人もいますよ。日本で行政はそういう人いますから、その熱狂するアホもいますけども冷めてる人間も多くて、でどっちかというとそのあれですね、インテリほど冷めてるんじゃないかなという気がしますね。あれな、スポーツバイってわーっと騒いでる、あの手の連中は大喜びでしょうけどね。ところが新型コロナウイルス禍の中で開催を強行する国際オリンピック委員会各 IOC や政府の姿勢に国民の反発は強まり、熱気は不満、無関心、ついには敵意に変わったと論じた。
敵意はないですよ。ちょっとこのオーバーですね。敵意はないと思いますよ。あ、めんどくさって感じありますけど、まあ、めんどくさいから早終わろうなみたいな。敗戦からの復興を象徴した1964年の東京五輪と異なり、国家の誇りや経済効果は期待できないとも指摘。周囲と遮断された会場や納税者の負担となる、もう負担となったんやん、膨大な請求書を見るにつけ、東京都民はなぜ誰のためにこの犠牲を払うのかを自問自答していると言及した。もうその通りでございます。まあでももう払ってしまったもんしゃあないやんという気持ちですけどね、まあまああの政治家たちにうまく利用されたと言うべきでしょうか。また東京都内のホテルがエレベーターを日本人専用と外国人専用に分けて案内していた問題を紹介。なんかそんなアホなことしてたホテルあったみたいですねすぐにやめたみたいですけど、ほな一回やったらすぐ言われんのこれ、こうやってずっと、だしアホなことしたらあかんねん。あのお供えさんに言ったあの講師もそうですけど、まあまあもうまあそうちょっとやる前に考えろよと、言う前に考えろよと、それ言うてええのかやってええのかって、あの西村のアホの大臣もそうですけどもうちょっとね平面にね常識的に考えればね、そうはならなかったはずなんですよ。もうね分別がないというか、最後ね、世界に対する歓迎を示すはずだったおもてなしの心は辺境で内向きな外国人への警戒に変化したと分析した。まあ、そこまでではないけどね、まあ、あのそう言われてもしゃあないなというところは少しはあるんでしょうね。でもこの方、あのこのワシントンポストの書いてある人の悪意は感じますね、十分に。基本的にね、あの白人連中っていうのは、あの優越感ってあるんですよ。この方があるかどうか知りませんけど、まあまあ基本的にはあるわけなんですね。でそれは時々こうやって垣間見える、これなんかちょっと垣間見える感じがしますね。辺境で内向きな外国人の警戒って、まあでもそういう外国人に対してそういう偏見を持ってる人はゼロではないですからね。日本人の中でもヘイトスピーチをする人もいるわけですから、だからゼロではないにしろ、まあそこまで言うてもらうほど多数派でもないよと、その辺境で内向きっていうのはね、どっちかというとウェルカムな人が多いはずです。ただそれを上手に表現できひんというだけで、ね、日本人の場合は英語も喋れへんし、でただあの日々ね、こう どこどこで何人出たとか、あのどこどこ選手団のうち何人陽性やったとかいうのが出てるでしょ。でそんなそんでバブルとか言ってますけど、そんなうまいこといくわけないやん。そんな相手ウイルスやで、ほんまにちょっと交渉しようだっていう相手ちゃうん。もうそのウイルスを相手にね、あやこうやってこうね理屈をこねたところでね、まあ、しゃあないというか、どうしようもないところはどうしようもないわけだって。でそのオリンピックって基本的に人が集まるイベントですからね。だからもうその持ってくるのはしゃあないわけであって、ワクチンというのはあれは感染を防止するのではないんですよ。感染して陽性になった人でもですね、重い症状を避けるというのがワクチンなんですよ。でなんでワクチン打ってきたって言うても、別にそれはそれで感染を防げない。PCR 検査してきたというのでも、その日本に来て陽性になることがある。日本の PCR 検査はそのあれですね、指数が標準値が40ということで、台湾は37.8らしいんですけども、かなり厳しいんですよ。で余計なところまで拾うというふうに言われていますから、日本の基準でいくとより陽性者は出やすいということですね。だから向こうでやってきた検査でもですね、でこっち来たらですね、また日本の検査をやると違うというのがよくある話だそうでございます。ですん でしかもその基準で検査しても 100% ではないわけですね。6割とか7割とか、あるいは5割という人もいますけど、だから絶対来るんですよウイルスは絶対全員に来てるでしょ。でなんかもうどう言いましょうね、このざわざわざわっと、もしかしてこれ大混乱が始まるんちゃうかみたいなですね、そういうか予感が漂ってきましたよね。であと23日まで 1,2,3 あと4日ですね、それまでにも陽性者はワン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 出て、もう100人を超えるんじゃないですかね。これからドドッとラッシュでしょ。
で、選手村からすでに1人出てますよね。だから、まあ、どうでしょうね、どん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 これ増えてって大丈夫これみたいな風になって開幕式を迎えるんちゃうかなという気がいたしますね。はい、この時事のサイト一応貼っておきます。私全部読みましたけど、またもう一回自分で読みたいという方は見てみてください。はい、皆さんどうもありがとうございます。